元慰安婦らをめぐる裁判の判決が突然延期になりました。この裁判は、韓国の元慰安婦のイオンスさんら20人が日本政府に対し、損害賠償を求めたものです。判決は明後日に予定されていましたが、ソウル中央地裁は今日この日程を取り消し、3月に弁論を再開すると明らかにしました。韓国では8日。 元慰安婦をめぐる同様の裁判で日本政府に賠償を命じる判決が出ていますこれに対し日本側は強く抗議していました